立ち振る舞いがすごい選手になってきたなって感じがするんですけど、どうですかオールスターの雰囲気は。そうですね、すごく、まあ、年に2試合しかないので、うん、他のチームの選手と野球できることも全然ないので、すごく楽しくいい雰囲気で野球できてます。ただ筒香選手ね、もう選球眼もいいのに、こうやって本当にホームランも出ますしね、まあ、自分ご自身でもね、一か二か向けたんじゃないかななんて思ってるじゃないですか。そうですね、まだまだ、もっともっとレベルアップしないといけないと思ってますので、これからも一生懸命頑張ります。はい、そして稲葉さんいらっしゃいますが、稲葉さんいかがですか、はい、今年ホームランが増えてると思うんですけども、はい、なんか変えた部分ってあるんですか。